どうも、ヒガンマのパート24 やっていきます。早めに行こう。前回はなんだっけ、先生にすげえなんか言われて注意されて、はぁ、あ、なんでこいつ殺すわってな、ヒカルくんがなって先生殺そうとしたところで、ヒガンマがお前調子乗んなよみたいな感じでなって、はい、今現在こうなってますね。はい、じゃあ次やっていきます。あなたは人間を殺したのよ。本当にそれを理解できてるのかしら。目の前で喋ってるはずなのに、ヒガンマの声はどこかものすごく遠くから聞こえてくるようだ。そしてそれはおそらく、恐ろしく静かで透明感に満ちた電子音のような声に変わっていた。肌がいる、なんだっけこれ、前調べたな。なんだっけ、苛立ち、気持ちが戦慄する。不意にヒカルは自分の右手が何かを握っている気がした。泡立ちだっけ？もう忘れちゃった。泡立つか、多分、確か。それは文房具。ハサミ、コンパス、カッターナイフ。そして、それはウサギたちを虐殺した処刑道具。ここにあるはずがない。だって捨てたはずだ。あの日、彼らを殺した後、血を洗い流し、コンビニのゴミ箱の中へ放り込んだ。それなのになぜ？分別しないからだよ。その時、土の匂いを嗅いだ気がした。それに感じる獣の匂い。あ、混じる獣の匂い。え、ここって。ゆっくりと真っ暗だった世界が薄れていく。お？頬に感じる風。外気。むわっとする獣の匂い。あたりを見回して驚く。ここはさっきまでいた職員室じゃなかった。錆びついた金網に取り込まれたその場所はウサギ小屋だった。そんなバカな。ウサギ小屋は立ち入り禁止のはずだ。しかし、小屋の周りには貼られているはずもな、テープもない。するとウサギ小屋の隅に何かの影が見えた。一瞬ウサギかと思ったが、そうじゃない。もっとずっとずっと大きな影。え？うわ。薄闇に目を凝らしたヒカルはその正体に気づいて叫びそうになった。それはあの夜ヒカルが殺したはずのクラスメイトたちだった。ふふふ。あらあら、クラスメイトたち、なんて、あ、クラスメイトたちなんてくくり方はいけないわ。実感して、理解して殺すのが、あなたの決めた殺人の覚悟なんでしょう。あ、これくくり方じゃない、なんて読むんだっけな。忘れちゃった。なら一人ずつちゃんと思い出してあげなくちゃ。ヒカルはようやく気づき始める。これからヒガンマナが何をしようとしているのか。そうよ、これは過去の光景。あなたが彼らを殺したあの夜の光景。だけど一つだけ違っているところがあるわ。それはこれからあなたが虐殺する彼らがウサギじゃなくて本当の姿をしているということよ。唐突にクラスメイトたちの名前を思い出す。田淵治？うわ、読めねえ。なんだこれ、何島新一、斉藤康介、両島俊介かな。彼らは土の上に這いつくばり、優勝を凍うような目でじっと光を見上げていた。その瞳は黒かった。あの夜見たウサギの赤い目ではなく、光と同じ黒い瞳をしていた。さあ実感なさい、あなたが言ったんだわ。ふふふ、五感で実感するってね。うわー、もう見せられないよ状態でこれ。光の手が自分の意志と無関係にコンパスを握りしめる。まるで操り人形になったような気分。自分の体なのに何も抗えない。当然だ。なぜならこれは過去の光景だから。すでに起こってしまった光景だから。光の体はそれを忠実に再現するだけ。光は田淵治の顔を押さえつけた。彼らは教室では田淵というあだ名で呼ばれていた。その彼の懇願する眼差しのど真ん中に、うわぁ、眼球に深々とコンパスの針をつけた。これ読みたくねえな！うわぁ！凄まじい悲鳴が田淵治の喉から放たれる。聞くも凄まじい絶叫。しかし彼には耳を塞ぐことも許されない。それが殺人を実感するということ。みんなが田淵、田淵と呼びかけるが、当の本人は目を押さえて転げ回るだけだ。うわぁ。次に光はカッターナイフで斉藤、うわぁ、陽介の右手の指を切り落とそうとする。縁故会をやめろ。あだ名は西やん。女子にも友達の多いタイプだった。指をカッターナイフで切断しようとするのはかなり惚れの折れることだ。
刃がぬめりかけるたびにカチカチと刃を、刃を繰り出してようやくゾリリと切り落とす。そのゾリリという感触がそのままヒカルの背中を這い上がる。もちろんあの晩のヒカルは指一本程度では満足しない。そのまま他の指もゾリゾリリ。そして、両島俊介を蹴り上げる。踏みつける。腹を、背中を、顔面を。同じ名前のサッカー選手がいるとかで、サッカーが好きなやつだった。だからサッカーボールのように扱ってやった。全身が紫に変色してもなおも踏みつける。もはや虫の息になった両島俊介の腹を何度も蹴り、踏む。それを何度も何度も繰り返す。やがて何かが潰れるような感触が足を通して伝わってきた。いや、蹴ってるだけでさすがにそうはならねえだろ。わかんないけど。なるのかな？なるか？なるか？腹を蹴飛ばすたびにごくりごくりと口からドロリとしたものが溢れ出す。ああ、ドロリッチですね。わかりますわ。何島新一のあだ名、新一ちゃんだった。新ちゃんでいいだろ。一ちゃんって何や？その新一の耳にハサミを当てる。うわあ、ゾギゾギリリリ。もう一息というところまで切断したが、刃はこれ壊れて、ハサミはダメになる。だから切れかかってプラプラしている耳をムーズと掴み、うわぁ、ピチリピチ、ピリピリチ、ピチピチと引きちぎってやった。そしてあの夜の僕がこう笑うのだ。血に染まったウサギ小屋を見渡し、処刑はまだまだこれからだと邪悪な意味で笑い転げるのだ。できた？殺人の実感。その途端、ヒカルは職員室の冷たい床に投げ出される。紙吹雪の乱れ飛ぶ、ついさっきまでの職員室の床に。いやあ！ヒカルは床をのたうち回りながら、声の限りに叫んだ。自分でもおかしくなるんじゃないかという思うくらい腹の底から絶叫した。もはやヒカルの精神はめちゃくちゃになりそうだった。自分自身のしている行いの残虐さを悔い、獣のように声を上げ続けた。やがてその声は謝罪へと変わる。ごめんなさい。そして殺さくれ詰めてたちに対してなのか、これから殺そうとしていた先生に対してなのか、それとも虐待を続けてきたウサギたちに対しての言葉なのか、ヒカルは自分でも分からなかった。それを言って何かを許されるとも思っていなかった。だけど言いたかった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おお、なんでもだろう。名官はとうとう王とになる。教官かな、教官っぽいな。内臓を吐き出すかと思うほどに光はピチピチと王とを続ける。ずいぶんと可愛らしくなっちゃって。でも悪いけれど謝る相手が少し違うみたいね。その程度じゃあんたの罪には見合わない。ヒガンバラの形相はなおも邪悪な意味に歪む。ヒカルは殺すという本当の覚悟がなかったことを今こそ本当に思い知るのだ。さすがヒガンバラ先輩です。僕の可愛いパートナーをこんなにもあっさり壊してくるなんて。こんな華奢で愚かな子が手駒だなんて笑えるわ。ヒカル君は僕の揚力と波長の合う僕の手足にふさわしい子だったのに、彼ほどの駒になってくれる子を探すには随分と骨の方を折れそうです。それがお望み？なら私があんたをこのままボキボキに折って砕いてあげるわ。ヒガンバナは妖艶に笑い、拘束されたもののハメルンを睨む。その時、バリリと音がして、ハメルンを拘束する書類の一部がちぎれ飛ぶ。彼の右腕が拘束を破ったのだ。あら、驚いたわ。まさか腕一本とはいえ、私の拘束を逃れるなんて。余裕ぶりすぎましたね、先輩。ボキボキと骨を折られるのはあんたのようです。その手にはカスタネットが。カチ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 。そんな余裕あるかな。何の真似？ここは職員室よ。あんたのカスタネットは音楽室じゃないと力を発揮しないんじゃないの？ええ、そうです。ですが今私たちがいるこの部屋はどこだと思います？職員室でしょ。うわそう思うなら表札をご覧になられてはどうです？これ最初見たとき、あー賢いのかって思ったな。そんな冗談みたいなことであなたは力を発揮できるわけ？本当にいい加減な妖怪だわ。ヒガンバナは職員室の引き戸の隙間から見える表札を見て苦笑する。そこには本来職員室と書かれた表札が下がっているはずだ。
なのにそれがどういうわけか音楽室と書かれた表札に変わっているのだ。トンチかよって思ったわ。これはヒカル君のアイデアでしてね。猪俣先生を音楽室に引き寄せるのが難しいなら招き寄せるの なんていうのあれ、誘うって言うんだよね。まあ、いいか。職員室を音楽室にしてしまえばいいとね。なんちゅうトンチ。ヒカルは職員室を訪れるとき音楽室より取り外した表札と入れ替えていたのだ。よってここは音楽室です。僕のテリトリーです。おーなりなさい、僕の可愛いウサギにね。アメルのカスタネット。あー、ヒガンバナがウサギになっちゃった。呪いのカスタネットの魔力がヒガンバナを凝縮する。まるで背丈が縮む薬を飲んだアリスのようにヒガンバナの体がみりみり縮んでいく。やがてその姿は彼女と同じ赤い面をしたウサギに狩り発してしまう。それと同時にハメルの拘束は解け、書類の束がバサバサと崩れ落ちる。ハメルは自由になった両腕をブラブラと振るとウサギになったヒガンバナを軽々と勝手で掴み上げる。こうなってしまっては序列第3位のウドルヒガンバナ先輩も肩なしですね。いつの間にかここが音楽室になってしまったことに気づかなかったことがあんたの範囲です。掴み上げるその耳をギュッとさらに強く握りしめる。そして未だに這いつくばって吐砂物に嘔吐物かに濡れている光を見て小さく舌打ちする。やれやれ、せっかく扱いやすい人間を見つけたってのに、あそこまで完璧に壊されたら捨てるしかないよな。ごめんね、ヒカルくん。早く。クククククク。その言葉はヒカルの耳には届かない。ヒカルは頭の中で嘔吐物でいっぱいになったかのような吐き気の中で、誰でもいいから自分を殺してくれと願っていた。キルミーソフトミー。キルミーソフトミーみたいな感じ。いいと思う。君の要望には極力答えてあげることにするよ。結果的には感謝してるしね。君の働きがなければ驚きガンバの先輩を倒すことはできなかったのだから。おかげでこうして序列第3位の座を手に入れることができたんだ。ハメルンはますますに邪悪な笑いを浮かべながら邪気のヒガンバナを高く掲げる。このままウサギ声に放ってしまおうかとも思ったけれど、何しろヒガンバナ先輩のこと、いつ揚力を取り戻して元の姿を取り戻されるか分かったもんじゃありませんからね。手も足も出ないこのみすばらしい姿のうちにしっかりとどめを刺させていただきましょう。僕はヒカル君のように残酷ではありませんよ。ただ一口にペロリとあなたを飲み込んで胃袋に放り込んでしまうだけで。なんでだよ。高く掲げたウサギのヒガンバナを見上げ、ハメルンの口がぐっぷりと裂けて頭でさえやすやすと飲み込んでしまうような大口となる。あ、なんかピッコロ大魔王的な感じ。手も足も出せない、この踊るヒガンバナが。おや、ウサギに変えられても喋ることができるとは。ふふふふ、驚きです。ですがそれ以上の何もあなたにはできませんがね。そうね、動かせるのはせいぜいこの口だけ。ならばせめてその口で断末魔くらい聞かせてください。それではごきげんよう、ヒガンバナ先輩。ごきげんよう、もう勝ったつもりでいるの。あなた程度口だけ動かせれば十分よ。ハメルンはその手を開く。ウサギは眼下に開くハメルンの奥手へと真っ逆さま。いやあ、おー、BGM が盛り上がりがなんかコーラス聞こえる。その悲鳴が一体誰のものなのか一瞬分からなかった。ヒガンバナの断末魔でないことだけは確かだった。え、この BGM サントラに入ってなかったな。結構入ってない曲多いんだななんかちょっと鹿田明子さんっぽい、ね、え、てか FF っぽいな、なんか一条の鮮血が職員室の壁を走る。それは異様な光景だった。大口を開けてウサギのヒガンバナを飲み込もうとするハメルンが両目を見開いてうめき声を上げながら痙攣しているのだ。その口からウサギが飛び出す。何かを加えて引きずり出して、それはハメルンの舌だった。グロすぎ。鮮血に濡れたウサギのヒガンバナがハメルンの舌に噛みつき引きずり出したのだ。うわー、これやばいよ。もっとも舌と呼ぶべきはヒガンバナが噛みついてる上端部分のわずかだけ。それより先は不気味に乗ったウスハメルンの内臓なのだ。やめろそういうの。
ハメヌは彼岸花に舌ごと内臓ごとずるりと引きずり出されたのだ。っていうか妖怪のくせに内臓なんてあんのかよ、もう死んでるくせに。おがハメヌは白目を向きながらビクビクと全身を震わせる。マリエを追い落としては第8になると言ってみたり、私を対して第3になると言ってみたり、それだけのお口を叩くだけあって実に立派な人だわ。ここ最後に教えてごらんなさい。あんたはこの学校に呼び寄せたのは誰？私、マリエは私の大切なお友達なのよ。それを言い張ろうとするなんて許せないやつだわ。そいつの名を教えてごらんなさい。ああ、無理よね。こんなにも舌も内臓も引きずり出されちゃ返事も満足にできないわね。ゴーゴーゴーさよなら、ハメル。あんたの階段なんてこの学校に残させてやらない。ふふふふ。あはははははは。呼吸、あはは。プチ身が出たな、身が。なんか、あれだね。なんか、飴玉に変えられた悟空たちみたいな。なんか、ゴジータみたいな。あ、ベジットか。そんな感じだね、これ。机の陰で不気味な音と共に鮮血が飛び散る。そこから彼岸花がゆっくりと立ち上がり姿を見せる。それは元の西洋人形のような姿。そして、ハメルの姿はもうどこにもなかった。おあいにく様、ウサギって食欲もすごく旺盛なの。知らなかった？悠然と笑う彼岸花は未だに床に這いつくばるヒカルを見る。あ、あんたの顔、悪夢に怯えて目を覚ました寝ぼすけみたいだわ。でもね、本当の悪夢はこれからじゃないかしら。私は踊る彼岸花。学校妖怪8席の中でも特に残酷な妖怪なのよ。あなたをそのまま見逃して私が立ち去るとでも思ったかしら。これ以上僕に何を。人を殺すということをまさかあれっぽっちで全て実感できたと思っているの？あなたが実感したのは人間側だけじゃない。それってどういう、あ、それは価値。それはハメルンが持っていたカスタネット。カスタネットは消えてないんですね。今はヒガンマンの手に。どうしたの？何を怯えているの？これは音楽室で鳴らさないと意味がないんでしょう。ああ、でも今はこの職員室音楽室なんだったっけね。カチ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 。ああ、ヒガンマンは何を企んでいるのか理解し、ヒカルは先ほどの悪夢などまだまだ序の口であったことを理解する。ヒカルは人間として殺すことしかまだ実感していない。ウサギとして殺されることをまだ実感していない。安心なさい。あんたの魂は私の好みじゃないの。だから命を奪わない。だから殺されることを実感はさせないわ。あんたに実感させるのはいじめられるということよ。ああ、ウサギにされちゃった。そう語るヒガンバナの姿が見上げるほどの大きなものになっていく。机はみるみる巨大になり、まるで巨大な建物のようだ。ヒガンバナはウサギの光をひょいと つかみ上げる。そして職員室の隅へと連れていく。そこにはウサギ小屋から移された生き残りのウサギたちの段ボールでできた隅かがった。こっから面白いぞ。覚えてるわ。めっちゃ鮮明に覚えてる。こっからあなたはウサギをいじめることをたくさん実感したわ。なら今度はその逆を実感するのはどうかしら。いや、やめて、許して。それを許さないから私はとびきり残酷な妖怪なのよ。でもいいわ、特別に一度だけチャンスをあげる。掴み上げたウサギのを、ヒカルを本物のウサギたちの群れの上に高々と掲げる。チャンス？そうよ、チャンス。それは何です？謝りなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。それは誰に向かって何を謝ったの？それはヒガムラさんに。その、あ、ヒガムラは掴んでいた手を離し、ウサギのヒカルをウサギたちの群れに落とした。ハズレ。じゃあね、さようなら二兵ヒカル君。これであなたは大好きなウサギ小屋で死ぬまで過ごせるわね。うわー、これ死ぬよりマジで残酷だよな。どこの動物園に送られるか知らないけど、意地悪な飼育係に当たらないというよね。人間としての意識を持ちながらウサギとして生きるってもう地獄っていうかね、やばいよね。待って待って。クラダンボールの柵を出ようとあがくが、今のウサギの姿で体ではそれは到底叶わない。待って待って。次第に光の声、言葉も失われていく。ウサギは泣けない。人の言葉など喋れるわけもない。それでも必死にヒガマに待って待ってと叫び続ける。ああ、
するとその時自分を見つめるいくつもの視線に気がついた。視線の主はウサギたちだった。彼が虐待し続けていた、来たウサギたち。彼らは身動き一つせず、その無数の赤い瞳を光に向けていた。何なんだよ、こいつら。やがてウサギたちはゆっくりと光に歩み寄ってくる。取り囲むように、ゆっくりゆっくりと。光は後ずさろうとするが、段ボールの隅に追い詰められてしまう。あ、追い詰められている。こいつら一体何をする気だ。その問いに彼岸までが答えてくれた。みんな歓迎してるのよ。あんたみたいな可愛い子が入ってきて、興奮してるみたい。興奮って知ってる？ウサギってね、同性同士でも交尾をするんですって。ああそんな、光の大きくなった耳に、ウサギの荒く熱っぽい息が吹きかかる。光は真っ赤な目を見られて凍りつく。ウサギって性欲がすごく強いって聞くんだけれど、本当かしらね。軽やかな笑い声とともに、ヒガンバナは廊下の闇へと、闇の中へと消えていった。うお、いいウサギ。開け放たれていた職員室の扉が一人で閉まる。その音と同時にウサギたちが一斉に光に飛びかかった。俺はのんけでも食っちまうウサギだぜ。あーってじゃ、ウサギは泣けない。悲鳴を上げることさえできない。だからヒカルは好んでいじめてたんじゃないか。はい。これね、超覚えてる。もう超印象的だった。まさかのホモエンドみたいな感じで終わっちゃうっていうね。すっかり夜の闇に包まれた学校は、まるで生きているものは誰もいないかのような沈黙に支配されているのだった。ヒガンバの姿は大きな月を眺めることのできる屋上にあった。誰に謝れば許してあげたかって？誰に問われたわけでもないのにヒガンバはそうつぶやく。アニメキャラ特有の一人ごと。さあね、地獄で考えてみたら？あなたのせいで私は服を涙と鼻水でぐしゃぐしゃにされたんだから。ヒガンバは笑う。月は告白なまでに白い。温かみなどなく、ただただ寒々しいだけだった。ヒガンバの咲く夜に。これで第5話が終了ですね。これはね、覚えてましたね。ていうか、やっぱりヒガンバはこうなんか、印象的な話が多いね。まあ、衝撃的な展開も多いからね。残酷なシーンも多いということでね。じゃあ、せっかくなんで次の6章の話見てみようかな。投稿。はい。陸。とある少女の一日ですね。これもしかしてあれかな？どれだろう？もしかしたら、俺が一番好きな話かもしれないですね、これ。はい。じゃあ次回ね、この少女の、とある少女の一日をやっていきますので、よろしくお願いします。じゃあ次の夜にお会いしましょう。さよなら。